はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけでですね、今日はめちゃくちゃ大きい発表があります。皆さん、コールオブデューティーリーグのプロチームで、ミネソタ州のミネソタロッカーっていうチームご存知ですかね。今、アタッチがね、所属しているところなんですけども、そのミネソタロッカーが、招待制のウォーゾーンの大会を、この前に発表しました。世界各国のプロゲームだったり、ストリーマーを招待して行うんですけども、賞金総額がなんと、10万ドルになります。で、日本円にすると約1000万円ですね。かなり大きい大会です。そちらになんと日本からはハセシン、グリード、グッピーのね、この3人がなんと招待させてもらえたので、出場することになります。開催日がですね、かなり日本時間きつい時間なんですけども、9月30の午前3時からと、10月5日の午前3時からとなっております。夜中ですね。めちゃくちゃきついんですけど、まあこれはね、アメリカでの主催なので仕方がないです。で、ウォーゾーンの大会なので、まあいわゆるそのカスタムゲームでみんなで入ってとか、そういうわけではなく、まあいつものあのキルレースですね。各そのマッチ、各々検索して、まあ制限時間内でのキル数と、まあ優勝ポイント数を競い合うっていう、内容になってます。さあ、皆さん、このミネソタロッカーのツイッターアカウントご存知ですかね。こちらの方で、まあその参加者を、招待された参加者を一人ずつね、ちょっと前から発表していってるんですよ。まあそれをちょっと見ていこうかなと思うんですけど、もうめちゃくちゃね、すっごい超大物、皆さんもご存知だ、超大物ストリーマーとかもね、参戦してるので、いや、これはね、本当に、大きいウォーゾーンのイベントになってますね。で、まず、まあ、ミネソタロッカー所属のね、まあ、アタッチ選手ですね。アタッチは、ワールドオーツの時に知り合って、一緒にコラボ動画作ったりとか、まあ、東京ゲームショーでも一緒にね、ステージに立ったりしましたけど、まあ、非常に、日本も大好きで、仲のいいアタッチも、まあ、ね、参戦しますよと。で、次に、アキュラシーですね。アキュラシーも、日本、東京ゲームショーの時にイベントで、アタッチと一緒に来てくれて、アタッチは仲いいんですよね。で、一緒にね、ご飯も食べましたね。まあ、AR プレイヤーとして有名です。さあ、次ですね。さあ、TP、ゴーストの時の世界チャンピオンで、まあ、元 COD 選手、元オプティックのコーチをやってた、まあ、非常にもう、COD界では有名でベテランな選手ですね。まあ、今、ストリーマーなんですけども、まあ、TP も参戦しますよと。この辺はね、ウォーゾーンガチ勢ですね。本当にもう有名なストリーマー勢に入ってきますね。はい、こちらはですね、僕ちょっとわからない。ご存知、申し訳ない。知らないんですけど、フォロワーがめちゃくちゃ多いですね。こちらもですね、わからないんですね。申し訳ないです。ちょっと本当に僕あんまり、そんな COD 以外のそのストリーマーとかのね、人、あんまり知識がないんで申し訳ないんですけど、ちょっとね。これを機にいろいろ調べておかないといけないですね。いや、本当にね、フォロワーが数十万人を超えてる人たちばっかりがね、参戦してるんですけども、ここでなんと、ティーフューですね、ティーフュー。あの、フォートナイトのティーフューですよ。まあ皆さんはね、まあフォートナイトでティーフュー、まあご存知だと思うんですけども、ティーフューね、もうかなり前からもうウォーゾーンをメインに活動してるんですよね。ウォーゾーンガチってます、本当に。で、もう配信見ても、ウォーゾーン、ウォーゾーン、ウォーゾーン。ウォーゾーン、ウォーゾーン、ウォーゾーン、ウォーゾーン。ウォーゾーン、ウォーゾーン。あ、これは最近流行ってるね。ストリーマーズで流行ってるゲームですね。ウォーゾーン、ウォーゾーン。もうずっとウォーゾーンやってるんですよ、本当に。まあ、ティーフはね、もちろん、その、めちゃくちゃすごいプレイで、まあ、いつもね、もう高キルを取ってるんですけども、まあ、ここにも、この、ツイッターの方にも、まあ、いつもね、なんか、ハイキル狙ってるけども、勝利にはそれでいいのかなみたいなこと書かれてますけど、それで十分なのかなって。もちろんね、キル数もそうなんですけど、まあ、ね、優勝ポイントもね、高いので、まあ、キルしつつ、まあ、優勝できたらね、一番いいんですけどもね。まあ、さあ、ここで、またまた超大物の、ストリーマーが登場ですね。ティムですね。まあ、この人は、もう、フォロワー今いくつ ?YouTube とかもとんでもないことになってると思うんですけど、Twitch のフォロワーがもうこれ、550万ぐらいですかね、これ、合ってる。そして YouTube も245万人っていうね、もう、まあ、超、もうこれもね、キーフと並ぶぐらいもう有名な、
ストリーマーなんですけど、まあ、いつも切れてるおじさんですね。はい、ここでコールオブデューティープレイヤーなのから、うん、筋トレ YouTuber なのから、センサーですね。お参戦してます。いや、もうほんとみんな今ウォーゾーンやってるからね、海外の人たち。はい、こちらも COD プレイヤーのトミーですね。ウォーゾーンももちろんかなり今メインで活動してるんですけども、本当に上手いです。もう配信ぜひね、見に行ってほしいですね。まあ、トミーはね、僕がマインドフリークにストリーマーとして所属してた時に、まあ、マインドフリークと仲良かったんですよね。ヨーロッパ勢とオーストラリア勢って仲がいいんですよ。で、その時に知り合ったんですけども、なんかすごい僕の配信にも来てくれるっていう、すごいね、もうめちゃくちゃいい人です。はい、そして、フォーマルも参戦しますと、本当にもう COD トッププロ勢全員参戦してんじゃないか、これ。もう、はいね、もうこちらね、もう今ハンツマンの、まあもうレジェンドですよね。レジェンドヘイロー COD プレイヤーですね。はい、こちらのフェイズクランからの参戦ですね。これ僕読み方合ってるか、フェイズブローで合ってる。大丈夫かな。まあ、これはですね、まあ、僕の認識が間違ってなければ、スナイパープレイヤーだったと思います。そのフィーダー出身の。今、フォロワーもすごいことになってますね。はい、そしてもうこれまた COD プレイヤーのね、みんなご存知、パマージですね。パマージ、最近元気してるかな。パマージも最近ずっとウォーゾーンやってるので、まあ、もちろんこれスナイパーで有名な、パマージですね。もう本当に有名人全員参戦してるんじゃないか、これ。すごいことになってますね。はい、現在ね、29日の13時なんですけれども、どんどんね、出場する選手、ストリーマーの情報が公開されていってるので、ちょっとね、僕が知ってる中で、まあ、公開された人をまた追加で、ね、紹介しようと思うんですけど、はい、こちらはもともとフォートナイトからね、デビューしたシムというストリーマーなんですけども、まあ、僕の認識が間違ってなければ、確かフォートナイトが最初だったと思います。まあ、今、ウォーゾーン配信してて、まあ、かなりね、エイムがね、まあ、俺ご自身でもプロフェッショナルボットって言ってぐらいなんですけども、まあ、これご覧の通り、ちょっと見えるかな。ちょっとツイッターなんで画質悪いかもね。はい、そしてスワグも発表されましたね。スワグは、ワールドウォー2の時に、僕の動画をね、紹介してくれたんですよね。そのスワグのチャンネルで。まあ、たまたま見つけたっぽくて、日本人でなんかすげえ連キルしてるやつがいるってことで紹介してくれたんですけど、今はね、フェイズクランの、まあ、コンテンツクリエイター、ストリーマーとして活動してて、まあ、フォロワー数もすごいことになってますね。ウォーゾーンで、かなりヒットしてるんですけど、もうチャンネル登録者が191万人になってます。いや、すごいですね。もう本当にウォーゾーン配信動画投稿してる人たちはこれぐらいの数百万人単位のね、人たちが多いですね。まあ、僕がね、今確認した時点では、まあ、こういうこの人たちが出場してます、主に。まあでもここからね、またどんどん発表されていくと思うんですけど、まあ、ここに僕たちもね、発表されると、この動画が上がってる頃には発表されてると思います。まあ、今回のこの大会は、まあ、カスタムゲームでみんな集まってというわけではないので、実際に対戦できるわけではないんですけども、まあ、本当にこういう、もう超、世界の本当にガチトップのストリーマーや、ね、プロゲーマーたちがね、招待されてる中に、日本からは、ハセシン、ブリードグッピーのこの3人が、選ばれたっていうことがね、非常にもうめちゃくちゃ嬉しいですね。そして開催日が30の午前3時と、まあ、1日の午前3時っていう、まあ、日本時間からしたらかなり、皆さん寝てる時間だと思うので大変だと思うんですが、まあ、配信はもちろんします。まあ、その中で、何本かね、動画になる試合はあげたいと思うので、よろしくお願いします。また何かね、最新の情報が入りましたら、ツイッターの方でね、発表をどんどんしていくと思うので、もう本当、追加情報類はツイッターの方が早いと思うので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。というわけで、応援の方もよろしくお願いします。お疲れ様でした。皆さんぜひチャンネル登録もね、あと通知ボタンね、配信見る方は通知ボタンもぜひよろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。